フレーム兄貴、王になるは、2015年に公開された、インドのロマンティックドラマ映画。アンソニー・ホープの、ゼンダ城の虜をもとにしており、スーラジ・バルジャーティアが監督を務め、サルマン・カーン、ソーナム、カプール、ニール・ニティン・ム・ケーシュ、アヌパムカー、ディーパク・ドブリアル、サマイラ、ラオ、スワラー・バースカルが出演している。サルマン・カーンは、踊る、ツインズ以来に役を演じ、 18億ルピーの制作費が投じられたプレーム兄貴王になるはボリウッド史上最も高額な制作費が投じられた映画の一つとなっている。2015年11月12日に公開され43億2000万ルピーの興行収入を記録したプレーム兄貴王になるは同年のボリウッド映画興行成績第2位となり、 ボリウッド映画歴代興行成績の上位にランクインした。また、テルグ語吹替版、タミル語吹替版も公開され、日本では2016年にインディアンフィルムフェスティバル、ジャパン2016で、プレーム兄貴、お城へ行くのタイトルで特別上映された後、2020年に、プレーム兄貴、王になるとして公開された。舞台俳優のプレームは、憧れの存在である。 マイティリ王女に一目合うため、俳優仲間のカナイアと共に、彼女の突ぎ先プリータムプル王国に向かう。マイティリの婚約者、ビジャイ王大使は、即意式を目前に控えていたが、王家は、イボ兄弟姉妹同士がいがみ合っており、イボテアジャイ王子は、演者、チラーグにそそのかされて、ビジャイ暗殺計画に加担する。 ビジャイは一命を取り留めた者の意識不明の重傷を負い、最小とサンジャイ警護庁によって王家の城塞に保護される。そんな中、市場でビジャイに、ウり二つのプレームと出会ったサンジャイは、彼とカナイヤを城塞に連れて行き、ビジャイの意識が回復するまでの間、王太子の影武者になってほしいと依頼する。王女のためにと懇願されたプレームは、依頼を引き受け、カナイヤは、 写真家に紛争して、チラーグに組みする、王太子秘書サミーラーの監視を引き受けることになる。ビジャイに噴したプレームは、プリー・タムプル王国に到着したマイティリをで迎えるが、彼女はビジャイの存在で自分勝手な性格に振り回された、ことで心を閉ざしていた。それを知ったプレームは、ビジャイとしてマイティリとの関係改善に乗り出し、プレームの誠実な態度に触れたマイティリは、 次第に好意を寄せるようになる。そんな中、プレームハビジャイのイボ妹とチャンドリカ王女が、マイティリと親友であり、ビジャイとの婚約をきっかけに絶縁したことを知る。プレームは、チャンドリカとラディカ王女の二人のイボ妹との関係を改善しようとするが、二人が仙台国王の愛人の娘だったため、王家から不当な扱いを受けていたことを聞かされる。彼は、 イボイモートたちと和解するため、マイティリと協力し、来賓を招いたスピーチの場で、サッカーの試合を始め、サッカー好きだったラディカを誘い出すことに成功するが、彼女はチャンドリカに連れ戻されてしまう。同じ頃、ビジャイに対する最小の態度に疑問を抱いたチラーグは、監視を強め、ビジャイが偽物であることに気づく。プレームは和解のために、チャンドリカが求めた宮殿の所有権を渡そうとするが、 勝手な行動を咎められた最小と抗論になり、影武者を首になる。しかし、最小は、美イが何者かに拉致されたことを知り倒れてしまう。城塞に戻ったプレームとかない矢に対し、最小は、王家がバラバラになった経緯を語る。幼少期に、鏡の宮殿を訪れた国王一家は、アジャイがチャンドリカとの喧嘩の際に誤って、滝壺に転落しかけ、 それをきっかけにアジャイの母は、国王の愛人とチャンドリカ、ラディカ姉妹を宮殿から追放し、戦災の息子だったビジャイの養育も拒否して一家はバラバラになり、疎遠になった兄弟姉妹は互いにいがみ合うようになった。敬意を語った最初は、プレームに兄弟姉妹の絆を取り戻してほしいと懇願し、プレームは依頼を引き受け即位式に臨む。即位式の日を迎え、 プレームはチャンドリカに財産分与の書類を渡し、和解の言葉を伝える。プレームの言葉に感動したチャンドリカは書類を破り捨て、ビジャイと和解する。その夜、マイティリはビジャイへの思いを伝えるが、プレームは彼女を偽ることに苦悩して最初に影武者を辞めたいと申し出る。そこに、チラグが現れ、 本物の王子の居場所に案内すると告げ、プレーム破綻範屋と共に、鏡の宮殿に向かう。プレームは監禁されていたビジャイを解放するが、彼は自分を暗殺しようとした、アジャイと決闘をはじめ、プレームは、チラーグの部下に襲われる。チラーグたちを倒したプレームは、宮殿の屋上に向かい、ビジャイとアジャイを和解させようとするが、チラーグに銃撃され、アジャイが滝壺に落ちそうになる。 プレームは、チラーグを撃退し、アジャイハビジャイに助け出され兄弟は和解し、チラーグは再びビジャイたちを殺そうとするが、転落死する。事件の解決後、最相は、マイィリに、ビジャイが影武者だったことを伝える。役目を終えたプレームハビジャイに対し、王女が望む男になってほしいと伝え宮殿を退去する。最相と別れを交わしたプレームと、カナイアは車に乗り込み、 プレームは、居室の窓越しに見えるマイティリに手を振り、彼女も手を振り、プレームに応える。元の生活に戻ったプレームの元にマイティリの祖母と、最小が訪れる。マイティリの祖母は、プレームにお礼の贈り物を渡し、そこにビジャイや、マイティリたち王家の人々が訪れる。ビジャイは、マイティリにふさわしい男はプレームだと語り、彼女と婚約するように勧める。プレームは、 マイティリと婚約してビジャイたちと家族になった。サルマンカーン・ソーナム・カプル、ニール・ニティン・ム・ケーシュ・アヌ・パム・カール・マーン、コーリ・ディーパク・ドブリアル・スワラー、バースカル・ディープ・ラーチ・ラーナー・ダンス・シークエンス、ヘイロー・リの撮影が行われた、クンバルガルトリで2013年に、サルマンカーンとスーラ・ジ・バルジャー・ティアが、制作発表を行い、2014年から、プリプロダクションが開始された。 当初タイトルは、バデバイアだったが、後にミイラーバーイーの参加、ラム・ラタン・ドン・パヨからインスピレーションを得て、プレム・ラタン・ドン・パヨに変更された。映画音楽の作曲は、悲鳴・主レイ・シャ・ミアーが手掛けている。マイティ・ディオー・ジョ役には、サー・ワリア・デ・サルマンと共演経験がある、ソーナム・カプールが起用された。ソーナム起用以前には、ソーナー・アクシー・シン・ハーやディ・ピカ・パード・コーンの起用が、検討されていた。 このほか、助演俳優として、ニールニティンム・ケイシュ、アヌパムカー、ディーパクド・ドブリアル、サマイラ、ラオ、スワラ・アバースカルが起用された。2014年6月26日から、ラージコート、ウダイプル、アティラピリー、ムンバイなどで撮影が行われ、2015年9月2日に、ポストプロダクションが終了した。準備期間に1000日以上を要し、5000人のエキストラを動員している。 終盤の舞台となる鏡の宮殿は偉大なるムガル帝国の宮殿をモデルにしており、300人のスタッフを動員して3つの宮殿が作られ、1000万枚以上の鏡が使用された。映画音楽の権利は1億7000万ルピーで T シリーズが獲得し、衛星放送の権利はスターネットワークが5億ルピーで獲得しており、当時のボリウッド映画史上最高額の権利売買となった。 2015年10月10日にミュージックアルバムが発売された。インドスーラジバルジャーティア、プレイムアニキ、王になるの公開初日の純利益は4億350万ルピーを記録し、同年7月公開のサルマンカーン主演作、バズランに、おじさんと小さな迷子の記録を塗り替えた。また、同年10月公開のハッピーニューイヤーに続き、短飛、 工業収入4億ルピー超えを記録した2番目のヒンディー語映画となった。公開初日の工業収入は5億5030万ルピーを記録し、当時のインド映画工業成績第1位となった。公開2日目の工業収入は、前日比25%減の3億1050万ルピーだったが、公開2日目歴代工業成績の第1位を記録した。 公開3日目の純利益は3億70万ルピーを記録し、公開3日間の累計工業収入は10億1470万ルピーとなり公開3日目歴代工業成績が1位を記録した。これにより、同作は平日3日間で工業収入10億ルピーを超えた史上4番目のヒンディー語映画になった。公開4日目の興行収入は2億8300万ルピー。 公開週末の累計工業収入は12億9770万ルピーとなり、バズランに、おじさんと、小さな迷子、チェイス、の記録を抜き、公開4日間のヒンディー語映画歴代工業成績、第1位となった。公開5日目の純利益は1億3620万ルピー、公開6日目の純利益は1億2040万ルピーとなり、 公開6日間の累計工業収入は15億5430万ルピーを記録した。これにより、同作は年間工業成績第2位となった。公開7日目の工業収入は1億20万ルピー、累計工業収入は16億5450万ルピーとなり、キック、チェーン内エクスプレスアイと勇気のヒーロー参上の記録を塗り替えた。 公開第一週の累計工業収入は17億2820万ルピーを記録し、公開第一週の歴代工業成績第一位となった。ムンバイ地域では工業収入5億8670万ルピーを記録しており、PK に次ぐムンバイ地域公開第一週歴代工業成績第二位となった。公開第二金曜日は5500万ルピー、 第2土曜日は6700万ルピー、第2日曜日は8200万ルピーの純利益を記録し、累計工業収入は19億3220万ルピーとなった。公開第2水曜日には累計工業収入は20億1520万ルピーとなり、バズランに、おじさんと小さな迷子に続き、工業収入20億ルピー超えを記録した。また、これにより、 プレーム兄貴、王になるは、制作費を100%回収することに成功した。公開第2週の工業収入は3億710万、ルピーとなり、累計工業収入は20億3530万、ルピーを記録し、ハッピーニューイヤーの工業収入を超えた。公開第3週の累計工業収入は3100万、ルピーを記録し、 累計工業収入は20億6630万ルピーとなった。海外海外市場では公開初日に160万ドルの工業収入を記録し、公開2日目は387万ドルを記録した。公開4日間の累計工業収入は890万ドルを記録している。公開第2週末の累計工業収入は1304万ドルを記録し、 公開11日目には、バーフバリ伝説誕生の海外興業収入記録を抜いた。公開第3週末の累計興業収入は1410万ドルを記録している。プロモーション活動中のサルマンカーンとソーナム、カプールボリウッドハンガマのタラム・アダルシは4.5、5の星を与え、全体的に、PRDP は、家族全員にとって完璧な D ワーリーエンターテイナー。 です。映画は、豊かな愛を手に入れ、出資者は、豊かな実りを刈り取り、関わった全ての人にとって記念すべきディーワーリーとなりましたと批評している。ザタイムズオブインディアのスリジャナミトラダースは3.5、5の星を与え、サルマンカーンの映画の勝利者と絶賛し、ソーナム、カプール、ディーパクドブリアル、アーシカ・バティア、スワラー・バースカルの演技を高く評価している。 サファイのソニア・チョプラーは映画には欠点があるとして3、5の星を与えたが、サルマン・カーンの2役の演技によって、ファミリー像はいるべき居場所を見つけることができると、批評した。CNN イベンのラジーブ・マサンドは3、5の星を与え、監督は過去作で成功した様式を用いたものの、その描写方法は錆びつき、感情は本物には感じられず、 脚本は表面レベルであると酷評しており、唯一の救いはサルマン・カーンの存在だと批評している。インディアン・エクスプレスのシューブラ・ラグプタは1.5、5の星を与え、映画をラーマー・ヤナと、その100万の物語のリーマジネーションと表現し、監督の過去作の時代遅れで、行々ーン2番戦時と酷評している。ヒンドースタン・タイムズのローヒト・バッツは二五の星を与え、映画を、 1980年代そのままな監督の映画様式と表現したが、サルマン・カーンと悲鳴主レーシミアーについては、なかなかに好感が持て、彼のコミックタイミングは非常に良いものだったと高く評価している。ファーストポストのアンナ・エム・エム・ベティカドは、映画について彼の設定や世界観を耐えがたいものと感じる私のような人に、 とって、初期のベンチャー作品を鑑賞にこらえうるものにしていた、いくつかのクオリティさえ存在しないと告評し、サルマンカーンについて、トレードマークの愛らしい、滑稽さは、ここでは失敗となった。彼は努力して、滑稽になろうとしているように感じられる。ソーナム・カプールについて、これまでにないほど華やかで、スタイリッシュだが、彼女が、サルマンの娘に思えるほど若いという事実を超えてみる。 ことは困難だと批評している。REDIFF.com のスカニア・ベルマは2.5の星を与え、映画を時代遅れのメロドラマと表現している。映画音楽について REDIFF.com のアエリナ・カプールは3.5、五の星を与えた。ボリウッド・ハンガマのジョギン・ダルツテ・ジャはは4五5の星を与え、レイシャ・ミアについて、 彼の音楽キャリア史上最高の出来であり、彼のサウンドトラックは、その期待を大きく超えていたと批評し、作詞家のイルシャード・カミルを絶賛している。ザ・タイムズ・オブ・インディアのカスミン・フェルナンデスは4、5の星を与え、映画の音楽は心地よく、1990年代の歓喜の歌を思い出させると批評して、イルシャード・カミルの作詞を称賛した。 ニューインディアンエクスプレスのビピンナーイルは6.5、10の星を与え、アルバムは1990年代のボリウッドメロディーを愛する人々の間でヒットするかもしれないと批評する一方、内容は少々時代遅れであると指摘している。恋モいのスラビレッドカルは2、5の星を与え、サウンドトラックはビジュアルの方がまだマシだろうと批評している。 ハンガマデジタルサービスから Android 携帯用のオフィシャルゲーム、プレムゲームがリリースされている。ありがとうございます。